日本には昔からさまざまな妖怪の話が残っています。続いて私が取材した特集ですけども、子どもたちに妖怪の話で防災を伝えようというユニークな取り組みを紹介します。こんにちは。去年12月、三田市にある兵庫県立人と自然の博物館に集まった子どもたち。学んでいるのは妖怪です。で、妖怪って聞いて怖い人、妖怪っていうのは人間に怖いことをするんだけれども、実はここは危ないよっていうことを教えてくれるのが妖怪です。どこにどんな妖怪が出てくるかっていうのをみんなよく知っていたら、みんなは自分を守ることができます。講師は博物館の主任研究員で兵庫県立大学自然環境科学研究所高田智樹准教授です。地域づくりが専門で、土地に伝わる怖い話や妖怪伝承を調査。妖怪を学ぶことで身の回りの危ないことを考える教育プログラムを考えました。で、コナキジジイとかカワジョロ、ヤマンバはむしろ人間に地震とか洪水がこれから起きるよっていうことを教えてくれてるんですよね。この日は博物館の中を探検。山、川、池、沼、海、道、家、妖怪は私たちの日常生活の中に存在します。もしため池が家の近くにあったら妖怪に注意してください。昔はこういうため池に妖怪がたくさん出ました。新潟県の佐渡島というところのため池で一目竜道という妖怪がいました。ちょっとここに聞いたことある？一目竜道、新潟県佐渡島の鴨湖に伝わる妖怪です。夕方遅くまで湖で遊んでいると足を引っ張って溺れさせます。約束を破る人にはめちゃくちゃ怖かったらしいです。一方、鴨湖ではいろいろな魚が取れて、一目入道は約束を守る人間に魚をくれていました。人間にも魚をあげる、その約束をして許してもらうんですね。なんか優しい妖怪。そう、優しい妖怪でしょ。だからお魚を送れるような妖怪もいる。優しい弱な面と怖い面両方ある妖怪で、まあ、こういう妖怪がよくため池に住んでるんですよ。なのでお家の近くでもため池を歩いてたら、ちょっとどこに妖怪がいそうかなっていうのを探してみてください。兵庫県には全国で最も多い2万2000箇所のため池が存在します。ため池は入ってしまうと大人でも上がることが難しく、全国で毎年20人から30人が水難事故で犠牲になっています。湖やため池は魚が取れる自然の恵みである一方、水害や事故といったリスクとの両面が一目入道の伝承の中に込められています。海里っていう、海の上をこうやって目をつぶりながらこうやって歩いてくるおじいさん。海里、正直に話さないと船に乗っている人は柄杓で船を沈めさせられます。自然豊かな海も津波や高波、水難事故など危険な場所であることを妖怪は知らせてくれます。みんなお風呂入った時にズバーンって潜ってバーンって出たら、お風呂のお湯どうなる？出る？そう、溢れるでしょ、ザブーンって。で、みんな船に乗ってたらどう？その近くにいたら揺れる。揺れるでしょ。揺れてひどい時は事故起こる。そう、事故起こりますよね。
探検の後はワークショップ。子どもたちは自分たちで自由に妖怪を考えて絵を描きました。これはどんな悪さをする妖怪ですか？人のさ、感謝さ、忘れさす、うん、バッキーです。人間にどんな悪さをする妖怪？土に埋める。人を土に埋めちゃう妖怪です。怖いですね。地震の時とかに出てくるのかな？うん、多分。じゃあこの妖怪に襲われないためにはどうしたらいいですか？なんか何かを言って追い払う、うん、なんか呪文を唱えて追い払う。だから地震が起きた時にはその何かの呪文を唱えたら助かるのね。揺れた時は慌てずに地震止まれって言ったらこの妖怪に襲われずに済みます。それを危険を教えてくれるいい妖怪だそうです。怖いことをするんじゃなくてこっち行ったら危ないよっていうのを土の中から出てきて教えてくれる妖怪ですね。高田准教授は普段小学校や図書館で防災妖怪の出張授業を行っています。地域を歩いて川や池など危険な場所を探して出てくる妖怪を紹介。妖怪と会わないようにするためにはどうしたらいいかを教えています。いろんな新しい妖怪が生まれました。で、今日みんなが考えてくれた妖怪をお家に帰って友達とか、いろんな人に教えてあげてください。そうすると教えてくれた友達もその妖怪に襲われずに安全に暮らすことができます。子どもになんか考えさせるような、 なんか体験ができてよかったんじゃないですかね。なんか学校授業みたいで楽しんでたし、雨だとかなんか地震がどうとかいう話で妖怪作ってるし、自然に対する敬意というかその辺が学べたからよかったかなと思いますけど。子どもたちが自分たちで関心を持って主体的にリスクであったりとか危険について向き合うっていうところで、やっぱりまあ妖怪とかお化けというよくわからないものにすごく子どもは興味を持ちますので、子どもたちに向けたそういう災害防災教育っていう点ではすごく妖怪っていうのはいいのかなと思います。防災妖怪、町に妖怪の伝承があれば私たちに危険を教えてくれているのかもしれません。